はい、こんにちは。はい、今日はようこそ私のセルフ骨盤エクササイズにおいでくださいました。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。私はインストラクターをさせていただきます森谷と申します。初めまして、よろしくお願いいたします。今日はですね、セルフ骨盤エクササイズで皆さんの骨盤を今現在どんな状態かっていうエクササイズをやろうと思ってるんですが、その前にちょっと準備運動をしてみようと思います。まず、肩幅に足を開いてください。はい、それで、どちらからも構わないんですけど、まず手を上に上げて斜め45度ぐらい上げて、親指が後ろを向くような感じでぐーっと伸ばしてください。はい、それで下ろします。今度は手のひらが後ろの方に行って、で、もものところでちょっと止める感じでグッと後ろに押すような感じで力を入れます。それを3回繰り返します。はい、1 2 3。はい、今度左手やりますね。はい、1 2 3。はい、結構です。ちょっと肩の力をこうやって抜いてくださいね。はい、今度は足をやっぱり肩幅に開いていただいて、どちらの足でも結構なんですけど、一歩後ろに引いて足で L 字を作ってみてください。はい、そして、後ろに引いた方の足で扇がこう閉じるような感じで、前にこうかぶすような感じ。これを3回繰り返しますね。はい、もう一度お願いします。はい、1 2 3。はい、結構です。今度反対の足でお願いします。はい、行きます。1 2 3。はい、結構です。それではここから皆さんの骨盤が今ちょっとどんな状態になってるかっていうチェックするエクササイズをやってみます。で、最初はちょっと私がやってみますので、見てていただけますか。で、足を肩幅に開いていただいて、で、安在します。さっき手の運動でやったように、親指は後ろを向くような感じですね。それで体全体で X という文字を表すような感じで、対角線をこう意識して伸ばしてみます。そしてどちらからでも結構なので、肘と膝をくっつける運動をします。1 2 3。3回やりますね。で、残ってる方の手はピンと上伸ばしていただいて、親指が後ろを向くような感じでやりますので、はい。で、どちら、右左どちらでも結構ですから、やりやすい方からどうぞ。はい、それではまず足を開いていただいて、万歳の姿勢をとっていただきます。はい、それではいきます。1 2 3。はい、反対お願いします。1 2 3。はい、 OK です。今なんかどっちがやりやすかったかなって、なんか分かります？最初の方と後の方のがやりにくかった。やりにくいってことは最初の方がやりやすかったですか？あ、どうでした？最初の方がやりにくかった。やりにくかったですか？後の方が良かったですか？はい、はい、それちょっと自分でご自分で覚えててくださいね。はい、それでこれからその骨盤の状態を、骨盤の周りの筋肉を動かすエクササイズをいくつかやっていただきますので、